イランカーシャーンの小規模なバラ水製造所バラ水、ローズウォーターは、バラの花びらを水蒸気蒸留して作られる、ハイドロゾル分である。この液体は、現在は香水に用いられる、精油のバラ油を製造する際の副産物として作られる。用途として、ヨーロッパやアジアで宗教に使用されるほか、様々な化粧品や医薬品、飲食物、香りをつける用途に使われる。イラン。 インド、インドは大陸などの国々では、グラブアブと呼ばれる。古来から、バラは、薬学的に、栄養的に、そして交渉品の原料として使われてきた。古代ギリシア人、古代ローマ人、フェニキア人は、広大な公営バラ園を、カジエや小麦畑などの耕作地と同様に重要と、考えていた。香料原料としての花の栽培は、サーサーアンアサ。 ペルシャにまで遡る。バラ水は、香料用のバラ油を生成する際に用いられる、水蒸気蒸留の過程でバラ油とともに、副産物として生成され、ペルシャでは、ゴールアーブ、ビサンチンギリシャでは、ズラピンとして、局所的に知られていた。水蒸気蒸留は、ササーン朝ペルシャで最初に開発されたプロセスであると考えられているが、中世にかけて、 ペルシャ人科学者のアルラーズイー、またはイブンシーナーなどにより、水蒸気蒸留技術が改善、確立されたことで、より効率的、経済的な香料の生産が可能になった。バラ水は、非常に独特な風味を持ち、ペルシャや中東の料理、特に、ロクム、ヌガー、ガムドロップ、バクラバなどのお菓子によく用いられる。イランでは、紅茶、アイスクリーム、 クッキーなどの菓子類に少量を加えられている。アラブ世界、パキスタン、インドではフレーバーミルクおよびライスプディングなどの乳製品ベースの料理に使用される。また、紅茶以外の甘い飲み物にも加えられる。バラ水は料理で使用される赤ワイン等のアルコールが宗教上ハラールとして禁じられているため代替案としてよく使われる。プレミアリーグは イスラム教徒の選手に報酬を与える際に、シャンパンの代わりにバラ水をベースにした飲み物を提供している。また自動車レースの F1 でも、バーレーン GP アブダビ GP など、イスラム圏での開催の際は、シャンパンファイトにバラ水を使用する。マジパンは長い、マバラ水で味付けされてきた。もともとマジパンは中東から来たもので、中世の頃に西ヨーロッパに伝来した。今でも、 食後のスナックとして提供されている。歴史的シリア地方ではお湯で割ったものを白コーヒーと呼ぶ。中東地域では一般的にレモネードやミルクにもバラ水が加えられている。水道水に含まれる不快な匂いや風味を隠すために水にもよく添加されている。ローズシロップはバラ水に砂糖を加えられて作られる。中世ヨーロッパの食事では縁で テーブルと手を清めるのに使われた。バラ水は香水にも含まれる成分である。また、バラ水外用薬は保湿化粧水として使用されることがあり、コールドクリームなどの化粧品に使用されることがある。特に冬の間、インドの一部の人々は保湿と香りのために顔に吹きつけている。インドの結婚式によく振りかけられている。歴史的シリア地方でも化粧水として用いられている。 バラ水は、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、ゾロアスター教などの宗教的な儀式で香水として使われている。イスラム教では、メッカにあるカーバを掃除するとき、ザムザムの泉の水にバラ水を混ぜ使用している。また、葬式で埋葬するときに、棺を入れる前に、墓の穴の中に振りまく慣習がある。キリスト教、特に東方正教会では重要視されている。 聖金曜日の夕方にバラ水をエピタフィオスと神徒に振りかける儀式が行われる。教会によっては、聖水に加えてイコンなどを洗浄することがある。バハーイー教では最も聖なる本が神徒にバラ水を使用するよう命じている。中央イランでロサダマスケなの学と花びらから伝統的な水蒸気蒸留によって得られたバラ水を ガスクロマトグラフィー質量分析法で分析した。主にシトロネロール、ノナデカン、ゲラニオール、フェネチルアルコール、そして、ヘニコーセイン、Q のネディソン、イコ酸、デリナロール、シトロネリルアセテート、メチルユージノール、ヘプタデカン、ペンタデカン、ドーコセイン、ネロール、ディセロックセイン、オクタデカン、ペンタコセインなどの高アルコールが挙げられる。フェネチルアルコールは、 バラ水の典型的な匂いの原因となるが、バラ水の製品にいつも含まれているわけではない。ありがとうございます。